こんばんは、平山茂です。今日は9月15日水曜日でございます。現在時刻は8時6分でございます。皆様本日もお仕事お疲れ様でございました。本当にお疲れ様でございます。水曜日が終わります。終わりましたね。もうあとは楽勝です。もう大丈夫ですからね、皆さん。間違いない。大丈夫です。はい。さあ、ちょっと私、こんな時間に撮影してるのはですね、ちょっと訳がありまして、一本、ちょっと今日は、企画ものの動画を撮ってまいりました。はい。ただ今日はちょっとアップできません。編集中でございます。とある、ゲスト女性のね方から、こんなことやりませんかというちょっとね企画を提案していただきまして、僕のねこんなチャンネルに出てくれるということで、非常に感謝しております。ただちょっと今日はアップできないんですけど、せっかくゲストがね出てくれた動画なので、ちゃんとしっかりね動画を作り上げたいなと思っております。ただ僕なりのしっかりなので、ちょっとクオリティは何とも言えませんけれども、ぜひですねそちらの動画近日中にアップいたしますので、ぜひそちらをご覧ください。内容としましてはドライブ企画でございます。ちょっとねペーパードライバーということで、そのゲストの方がぜひですね運転の練習をしたいと。そして横に平山さん乗ってくださいと、平山さんのちょっと大丈夫だよを聞きたいということがきっかけなんですけれども、そういった内容の、ドライビング&、ちょっとカフェ行ったり、ちょっと山登ってみたりというような、ね、企画になっておりますので、ぜひそちら近日中にアップしますのでお楽しみください。明日もお仕事頑張りましょう。私も明日からまた頑張ります。皆様も今日はいい眠りについて、また明日から楽しく生きれる、楽しく生けるようにいい睡眠をとってください。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。